どうも、いなじい福田です。今回は、この台ワの爆ウミミズくんを使うことで、初心者さんにも簡単にストレートワームにジグヘッドをまっすぐさせるんで、そのやり方を紹介していきたいと思います。はい。まず、ワームにジグヘッドを当てて、どの位置で刺すのか決めます。本来、こうやってまっすぐ刺してくると思うんですけど、ちょっとこう斜めに抜いてあげるとかなりやりやすくなります。はい。今回はこのような感じで通していきたいと思います。そして、針先が出る場所 少しワームをちぎって、まあ、目印にしておきます。次にこのバクチョミミズ君をちょっと先端を出して、頭からじゃなく、針が最後出るとこからズボッと通していきます。はい。この角度が見やすいかな。で、これ刺すときは、横からずっと刺していると、この縦がずれてくるんで、まあ、左右ちょっとずつ見ながら、まっすぐ行けてるかなっていうのを見ながら刺すようにしてください。そしてボディをぎゅっと持ったら、ワームがね、ちょっとずれてしまうんですよね。なので、ボディは本当に優しく持って、 刺していく。それを意識すると結構綺麗に刺すことができます。はい、こういう感じでセットしました。 で、あとは、ワクチョミミズクの先端が穴開いてるんで、そこにジグヘッドを刺し、はい、こういう感じでセットして、ワームを押しつつ、ジグヘッドを通していく。刺してる途中に力を緩めてしまうと、この先端が外れて、うまいこと刺せなくなるんで、一発でワームを刺すようにしてください。そして、こっちもある程度押さえておかないと、スルンって抜けちゃうんで、まあ、机か膝などの上に置いてやるのがおすすめです。で、今回このままいきます。この状態から、スルンと一発で刺すと、 最後までこういう感じで抜いてください。で、あとはジグヘッドをしっかり刺してあげて、こんな感じになります。はい、ここですね。こんな感じで通ってます。これをイメージしながら、バクチョミミズくん刺すことで、綺麗に通せるようになると思います。そしてこの下のまっすぐを見てもらったらわかると思うんですけど、真、まあ、上から見るとまっすぐ刺せてると思います。はい、ということで、ジグヘッドまっすぐ刺すの苦手な方は、ぜひチョミミズくん試してみてください。ということで、今回の動画以上です。よかったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。